当音法、または当音原理とは、表音文字の特徴の一つで、ある語を表す文字を、その後のご当音を表す、表音文字として利用することを言う。古代エジプトのヒエログリフは、見た目は絵文字のように見えるが、実際には、表音文字的な要素が非常に強い。ヒエログリフを解読したシャンポリオンは、ヒエログリフの角文字が、 その文字によって描かれている語の最初のシーンだけを表すために用いられていると主張し、その説明のために、トーン法という語を使用した。実際のヒエログリフは、複数のシーンを表している場合があり、例えば水を描いた文字は、シーン MW を表すために使われ、家を描いた文字は、シーン PR を表すために用いられている。あとには、トーンの原理により、 描かれたものを意味するエジプト語の語彙の最初の詩音を表す文字として使用された。詩音のみを表すエジプトのヒエログリフと異なり、アナトリア象形文字の表音要素は音節文字であるが、やはり絵によって描かれるものの最初の一音節を表している場合が多く見られる。フェニキア文字の文字名称は不明だが、同型の文字体系であるヘブライ文字、シリア文字、ギリシア文字などでよく似た。 文字名称が使われていることから、フェニキア文字でも同様の文字名が使われていたと考えられる。フェニキア文字の文字名称のうちには、実際にその文字の起源を表すと解釈できるものもある。例えばヘブライ文字の最初の文字アレフは、お牛の意味と解釈され、その字型は実際に角の吐いた牛の頭を想起させる。しかし、フェニキア文字の名称が、 文字が作られた時からあったという証拠は何も存在しない。フェニキア文字などのセム語の音素文字の起源として、いわゆる原始内文字を根拠として、エジプトのヒエログリフを知るセム語話者が、ヒエログリフによって表されるものにあたるセム語の語彙を元に、トーンの原則によって、死因を表す文字として使用したという説がある。しかし、原始内文字は、資料が少なく、 その解読が疑わしいために、この説をそのまま採用するわけにはいかない。アラビア文字の文字名の大部分は簡易化されている。例えば、バー、タ、ハーなどは、死因の後にボイン、母音アーを加えただけである。ただし一部の文字に伝統的な文字名を引き継いでいる。ゲーズ文字の文字名称は、ヘブライ文字と一致していたり異なっていたりする奇妙なものだが、この名称は、 ヨーロッパのルネサンス時代以前に遡らず、ダニエルズはヨーロッパの学者の意見に従って、エチオピアの聖職者が文字名を創造したものと考えている。フェニキア文字を借用したギリシア文字では、多少の違いはあるものの、基本的には伝統的な文字名を引き継いでいる。シーンのみを表記するフェニキア文字と異なって、ギリシア文字は母音も表記するが、例えば、について言うと、 セム系の文字名、アルプの最初の詩音である、正門閉鎖音、音素として持たない、ギリシア人がこれをアルプと聞き取ったために、闘音の原理によって、A を表す文字として受け入れたと説明される。ギリシア文字が元になっている、コプト文字やアルメニア文字でも、文字名称は引き継がれた。ラテン文字の文字の名称は、ギリシア文字とは異なり、母音はそのまま、詩音は、 その前後いずれかに、イーのような音を加えた、簡潔なものに変更された。これにより、それまでの音差文字に存在した等音の原理はついに、滅んだ。ルーン文字、オガム文字、キリル文字などでは新しく、ゲルマン語、ケルト語、スラブ語による名称が付けられた。例えば、ルーン文字の最初の文字、はフェイフー、トミという名前であったし、キリル文字の最初の文字、は、ゼーという名前だった。 これらの文字名称と表される音の間にも大部分は等音の原理が成り立っている。古代のギリシアの数字表記の一つに π で5を、デルタで10を表すという方式があった。これも等音法と呼ばれる。ありがとうございます。